日本埼玉県埼玉市西区、峯岸峯岸は埼玉県埼玉市西区の大技。郵便番号は331-0075。埼玉市西区の北西部の大宮台地上の縁に位置する南北に細長い逆三角形の形をした地域。すぐ西側は台地の崖線があり、荒川流域の中積平野である。地区の東側を、差し置両、辻。 南側から西側にかけて放来、北側を上押し西海塚と接する。北側は対角線上に平方両両家の飛び地が位置している。荒川砂岩の河川区域内に入海地由来のごく小さな飛び地がある。土地利用として、地区内は工作地が多い農業地域であるが、西側には市営、峰岸住宅などまとまった住宅地もある。 地区内に古墳期の遺跡である、峯岸南遺跡があるもとは、江戸期より存在した武蔵国足立郡差し置き領に属する峯岸村であった。峯岸は武蔵伝園墓では、峯岸とも記される。村高は、昭法年間の武蔵国伝園墓では38国余り、元禄豪町や天保豪町によると38国余りであった。スケ号は、 中山道上尾塾に出役していた。活性期の世帯数は十件で、村の規模は東西二丁余り、南北十0丁余りであった。地名は、峰は、大地、岸は、崖や山側を意味し、低地との境となる、崖線の大地側という意味であるとされる。貝塚村のうちにあった、陶村ほか、貝塚、平方、入間郡辻古屋上村の入会の地や、陶村ほか、宝来。 辻、別所、古屋上村の入会の地などに飛び地を漁していた。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。差し置駅北口方面の路線バスが運行されている。埼玉市、コミュニティバスは峯岸方面へ運行されないが、代わりに埼玉市西区乗り合いタクシー。 味細号の運行を実施している。ありがとうございます。